ケリー空港はアイルランドのケリー県ファランフォーにある国際空港。通称はファランフォー空港。空港コードはキール。ケリー空港はケリーの指輪の北7階里、ケントとラリーの南東8階里に位置する。旅客路線はライアンエアとストバートエアの運航によるエアディンガスリージョナルが運航している。 2017年の旅客数は335,480人で2016年と比べ3%増加した。ケリー空港は1968年7月に公開有限会社として設立され、ファラン法で空港を建設及び管理することを主な目的としている。様々な株式資本調達が実施され、長年にわたる 様々な法定機関からの多大な支援を受けた。これにより、1969年に完成した 1090m23m の滑走路を1989年に 1239m30m の滑走路に発展し、1994年5月には 2000m45m までに発展した。1969年8月25日に、 ケリー空港に着陸した最初の航空機は運輸省のミロカーによって操縦された。長年の間、投飛行場を使用した唯一の航空機は軽量の民間航空機と時折のチャーター便、または貨物機だった。スカイダイビングも行われた。最初の定期便は1979年7月にエアーアランが運航するブリテンローマンアイランダーの航空機で就航した。 アイルランドの他の地方空港の明らかな成功に勇気づけられ、理事会は滑走路を千二百メートル三十メートルに延長と拡張、ターミナルビルの拡張と改修、景気着陸装置と適切な照明の設置をする開発計画を作成した。滑走路は予定通りに完成し、最初の予定された飛行は九百八十九年五月二十二日にダブリンからのエアリンガスであり、 翌日には、ロンドン・ルートンから、ライアンエアーが就航した。2000メートル45メートルの滑走路と、新しいターミナルビルの契約は1993年5月に、調印され、加えレシキは副首相のディックスプリング国会議員によって行われた。滑走路08-26は1994年5月20日に、アイルランド航空局から認可を受け、最初の飛行は、 マンチェスターからのパイパー PA-28 の航空機でシーガーリーによって5月20日の現地時間13時23分に着陸した。この後、ピーター・ハインツの操縦によるサーブ340のエアリンガスが就航した。ケリー空港は公開有限会社だが証券取引所に上場されていない。 2009年の営業利益は179,329ユーロであり、6252,221ユーロの売上高だった。これは、前会計年度から32%減少したことになる。2015年の営業利益は39,80ユーロだった。2011年1月、ライアンエアーの公共サービス義務契約からの撤退に伴う。 乗客数の減少により、空港の65名のスタッフのうち20名が解雇されることが発表された。2012年2月、エアリンガスとのコードシェア契約により、ダブリン線を運行していたエアーアランは、同年10月30日からエアリンガスリージョナルの元で運行されることが発表された。エアーアランは2014年3月19日に、ストバートヤに会社名が変更された。 エアリンガスリージョナルが運行するダブリン線の乗客数は2014年1 3 5増加した。2017年2月、ライアンエアーは2017年11月2日から週2便でベルリンへの運行を開始すると発表した。2020年1月、ライアンエアーは2020年3月29日から週2便でマンチェスターへの運行を開始すると発表した。 アイルランド政府は公共サービス義務の下で地域路線に介入している。航空会社は補助金と路線の独占と引き換えに最低限のサービスを提供するために入札が提供される。入札は欧州連合官報にて掲載されている。エアーアランは2005年に PSO を再授与されたが2008年にはライアンエアーに授与された。2018年1月。 ストバートエアが運航するエアリンガスリージョナルは公開買い付けを経て今後4年間ケリー空港とダブリン空港を結ぶ PSO 契約を締結した2020年6月現在の就航都市は以下の通り小松野は格安航空会社ケリー空港はリムリックから約 94km コークから約 106km の国道 N23 号にある首都ダブリンは 空港から約 286km 離れている。国道 N22 号は国道 N23 号が加わるトラリーとキラーニーを接続している。2006年1月に空港バスターミナルが開業した。空港へは以下のバスエンの路線が運行されている。アイルランド国鉄のファランフォー駅は空港から南に 1.6km の場所にあり、トラリー駅。 マロー駅、コークケント駅、リムリックジャイクション駅、ダブリンヒューストーン駅へ運行している。タクシーは到着口の外にあるタクシー乗り場から利用できる。ケリー空港のレンタカーサービスは長期駐車場にあり、バジェット、エイビス、ヨーロッパカー、ハーツ、カーハイヤー、IE など国際的なレンタカー会社がある。2010年12月21日、 ライアンエアー701便が、ケリー空港で着陸中に、コックピットや客室内に煙が検出されたため、緊急脱出スライドを使用して避難した。調査員が機体を検査したが、大きな問題は発見されず、事故後数日で運行を再開した。ありがとうございます。